どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は太陽系内に存在する地球外生命体をテーマに動画をお送りしていきます。この宇宙のどこかには地球以外に高度に発達した文明が存在しているでしょうか？確かに地球はいくつもの偶然が重なった本当に奇跡的な惑星です。地球の持つ7つの偶然をまとめた動画を概要欄にて記載しているので、ぜひ合わせてご覧になってみてください。地球がいくら奇跡とはいえ、宇宙の中には数千億個の恒星を含む銀河が超単位で存在しています。それらの恒星それぞれに惑星が存在する可能性があるので、その数はまさに星の数ほど膨大になります。それだけの数の惑星があって、この宇宙に知的生命体は我ら人類だけだと考えるのはさすがに傲慢すぎる気がしませんか？そして知的生命体に限らず、単細胞生物のような単純な構造を持つ微生物まで含めたなら、その存在確率は一気に跳ね上がります。実は身近な太陽系内の天体にも生命がいるのではないかとささやかれている天体が4つもあります。一つずつ紹介していきましょう。まず一つ目の天体は火星です。太陽から見て地球の一つ外側にある地球の半分くらいの半径を持つ惑星ですね。この火星は人類にとっても比較的住みやすそうな星であって、より身近な月を差し置いて移住計画の目的地にもなっています。そんな比較的ソフトな環境の惑星なんですけど、残念ながら今までのところは地表で生命が発見された報告はありません。ですが火星の極地の地下 1500m ほどの場所には、なんと幅 20km にもなる湖の存在が確認されました。生命に不可欠だと考えられている液体の水が存在する上、地下深くにあるため有害な宇宙線からも守られるので、ここには生命がいるのではないかと期待されています。続いての生命が期待されている天体は木星の衛星であるエウロパです。エウロパの表面は厚い氷で覆われています。このように組成を見ると水の割合が 15% と非常に多いです。氷なので表面では生命は存在できないんですけど、エウロパは木星からの強い潮汐力によって内部が温められていると考えられています。つまり内部では表面の氷が溶けて液体になっている可能性があります。さらにエウロパでは内部から氷水が噴き出す間欠泉のような現象が観測されています。以上のことからエウロパの内部にはかなりの角度で液体の水が存在しているのではないかと期待されています。続いて3つ目の天体は土星最大の衛星であるタイタンです。太陽系の衛星全体でもガニメデに次いで2番目に大きい衛星なんですけど、なんと惑星である水星よりも大きいです。タイタンの特徴としては豊富な大気にあります。主成分はメタンや窒素なんですけど、その大気圧はなんと地球の 1.5 倍にもなります。タイタンの地表ではなんと液体の川や海が存在しています。タイタンの温度はマイナス180度なので、当然水は液体で存在できませんけど、大気の主成分であるメタンが海をなしているそうです。地球の生命が液体の水を頼りにしているのと同様に、液体のメタンを頼りに生命活動を行う地球の生命とは異質の生命体が存在しているのではないかと期待されています。液体のメタンで生命活動を行うことはそもそも可能なのか、そしてタイタンには生命が存在しているのか、今後の研究に期待がかかります。そして最後4つ目の天体はタイタンと同じ土星の衛星であるエンケラドゥスです。エンケラドゥスは半径 250km とかなりちっちゃい天体です。月の大きさの7分の1程度なので、このように比べるとかなりの差があります。エンケラドゥスの特徴としてアルベドが非常に高いことが挙げられます。アルベドは高いほど外からのエネルギーを内部に溜め込まずに反射してしまいます。つまりアルベドが高いエンケラドゥスは熱を内部に溜め込まないので、表面温度がマイナス229度とほぼ同じ位置にあるタイタンよりも50度近くも低くなっています。こんな極寒の世界なので当然液体の海は存在できないんですけど、その地表の氷の割れ目から液体の水が噴出していることが観測されました。
なのでエウロパと同様に内部には熱源があって液体の海が存在するのではないかと考えられています。タイタンしかり、土星の衛星はかなり期待度が高いですね。いかがでしたか？太陽系内でもこれだけ可能性がある天体があるのですから、宇宙のどこかには生命がいると信じたくなりますよね。